はい、本殿手前にあるのは神楽殿ですね。参拝殿としてもまあ使われてるみたいですけれども、なかなか苔がむしておりますね。本当はここで巫女さんがまったりする場所です。いいですね。こういうところが人が見ないところなんですね。スルーしてます。ぐるっと実はあるんですけれども、スルーしちゃうんですね皆さんね。四つ角ずっとあります。一応上がってたんですけどね。